横浜国際総合競技場では、横浜とフィリピンのカヤ FC が対戦。横浜は25分、長戸克也が負傷交代とアクシデントに見舞われるも、35分にエウベルのアシストから水沼コータが絶妙なバックヘッドでネットを揺らす。杉本健優や西村拓馬らを先発させた横浜 FM は35分、エウベルのクロスに水沼コータが頭で合わせて先制する。 一度はオフサイドの笛が鳴らされたが VAR オンリーレビューによって得点が認められた。さらに72分、左サイドでボールを持った吉岡稲奈が浅い位置で精度の高いクロスを供給。ボックス中央で飛び上がった杉本がヘディングで決め切る。その後も優位に運ぶ横浜 FM は81分にも決定機。 山根陸からのパスを受けた水沼がボックス左から右足のアウトで中央に上げるとこれがそのままゴールに吸い込まれた。しかしこれはオフサイドと判定される。それでも後半 AT にもヤンマテウスのクロスにアンデルソン・ロペスが頭で合わせて決め切ったところで試合が終了。横浜 FM が3対0で解消し連勝を飾った。